ださってます井上智子さんはですね、小学5年生だから4年間もバドミントンしてまして、全国小学生バドミントン選手権大会4年女子シングルス優勝。優勝、はい、すごいですね。 ABC 大会も勝ってますね。おー、 ABC 大会女子 B グループ優勝、まあ、すごいですね。で、憧れの選手は山口茜選手。それでは皆さんの拍手を盛り上げていただきましょう。始まりました女子シングルスです。Oh!
精神的なダメージをやらかしてしまったと思いますよ。普通に見応えのある普通の試合。